本日は東の都フンシンポジウムをご視聴いただきまして ありがとうございます。ただいまより東の都フンシンポジウムを開会いたします。はじめに犬山市長の山田拓郎よりご挨拶申し上げます。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、シンポジウムが、オンラインでの開催ということになりましたけれども、まずこうした形でですね、開催できたということが意義深いことだというふうに思っています。東の宮古墳もですね、犬山市として、古墳公園の整備が完了いたしまして、やはり、犬山の大事な地域資源としてですね、この歴史をしっかり掘り下げて、皆さんでですね、しっかり認識を共有していくということが大事ですし、今コロナの影響はありますけれども、文化財はですね、保存という側面だけじゃなくて、活用していくという側面も重要ですので、今後ですね、コロナの状況も見ながらですね、また東の宮古墳をこう舞台にしてですね、いろんなその活用の展開というものを図っていけるといいなというふうに思いまして、関係の皆さんにはですね、どうか今後ともまたご指導いただきたいと思っております。そして古墳ですね、今日の テーマもそうなんですけれども、当時の日本はですね、文字がありませんでしたので、国内 その文字の伝承という形ではなかなか伺い知ることはできませんけれども、中国の歴史書であったりですね、そういったところから、いろんなその当時のですね、日本人の生活というものも、イメージできるところも、あります。もちろんそこに記載されていることの信憑性という問題もあるかもしれませんが、その生活様式っていうのは、それなりに、イメージできるのかなと思ってます。でまた一方でですね、今日のテーマでもあるんですが、当時の日本人がですね、どういう自然観を持っていたのかと、そういう切り口も非常に面白いですね。でやはり文字の資料が限られている以上ですね、もちろん考古学の見地から、発掘によって分かってくるものと、それからいろんな客観的な、資料と、その資料といいますか、その素材をもとにですね、類推していくところと、いろんな角度で、掘り下げることによってですね、当時の日本人の、生活と文化とか、そういうものに迫っていくことができるのかなと思ってますので、今日のですね、天文考古学、当時の王とも言われてますけれども、この東の宮、そういう、自然観を、イメージする意味でもですね、非常に私は面白い切り口だなと思って、今日のシンポジウムを楽しみにしております。私ちょっと次の公務があるんで限られた時間しか聴講できませんけれども、時間の許す限りですね、私自身も楽しみたいと思いますし、今日オンラインで聴講いただいている皆さんも、多数あるかと思いますので、皆さんにとってですね、今日のシンポジウムが有意義な時間になりますこと、ご記念申し上げてですね、私からの、挨拶といたしたいと思います。関係の皆さんにも、ご尽力いただきまして心から感謝申し上げます。ありがとうございました。それでは早速シンポジウムに入ります。演題の一つ目、史跡東の宮古墳整備について、犬山市教育委員会の中村敦よりご報告いたします。
それでは史跡東宮古墳の整備について歴史まちづくり課の中村より説明をさせていただきます。はじめに東宮古墳の簡単な説明をさせていただきます。東宮古墳は木曽川を見渡す標高140メートルの白山平山頂に位置します。場所は犬山城や城下町から近く、成田山名古屋別院の裏山に位置します。この東宮古墳は全長72メートル、高さ9メートルの前方後方墳です。3世紀後半の今から1700年以上前に作られた古墳だと言われています。国の史跡に指定されていまして、東宮古墳の横には名前の由来になった東宮社という神社がございます。この東宮古墳の後方部には、縦穴式石閣という石で囲まれた王様が眠る部屋がありました。写真は平成24年の発掘調査の時の写真でございます。昭和48年の発掘調査により、この縦穴式石閣から三角縁神獣鏡や、この地域でしか見られない人物金獣門鏡などの11面の鏡が出土しています。また、ゴースや石釧路、クワガタ石などの綺麗な石製品、刀などの豊富な鉄製品などが出土していまして、これらはすべて国の重要文化財に指定されています。現在、京都国立博物館に常設展示の方がされております。この素晴らしい東宮古墳を後世に残すために、東宮古墳の整備事業が平成14年から始まりました。東宮古墳の整備では、周辺の自然環境や景観を生かす、1700年経過した今の東宮古墳の状態をそのままの形で残す、古墳の歴史的価値を正しく伝えるというコンセプトのもと、史跡東宮古墳整備委員会の指導を受けまして、平成28年度から令和2年度にかけて整備工事の方を実施しております。この整備では古墳の保存のための修復や樹木整理、古墳を学習するための解説板の設置、見学者のアクセス向上のための沿路整備、休憩施設整備を行っております。はじめに東宮古墳の墳丘の修復について説明をさせていただきます。この写真は古墳の前方部の写真です。古墳の前方部はこの写真の左側のように一部崩れている場所がございましたので、今回の整備で修復工事の方を行っております。修復にあたっては、東宮古墳の墳丘を構成する土と同様のものを使用し、復元整備をするのではなく、1700年以上経過した今の形に合わせるという整備の方を行っております。そして右側のような形で修復の方を行いました。一部右側の写真の右上に修復が終わっていない場所がありますが、これについては後ほど説明をさせていただきます。次に古墳の北側のくびれ部の埋め戻しについて説明をさせていただきます。この場所は発掘調査の際に吹石が良好な状態で残っていた場所です。調査の後、展示方法の検討を行うため、埋め戻しをせず、写真の左側のようにビニールシートをかぶせて保存をしておりました。この場所について、今回の整備で埋め戻し工事を行うことになりました。はじめにビニールシートを外しまして、この右側のような形で、吹石が良好に残っている状態が、再度確認をさせていただきました。そして、左側の写真のように、埋め戻しの方を行いました。この埋め戻しの方法についても前方部と同様1700年以上経過した今の古墳の形に合わせるという方針で、修理の方をさせていただきました。
次に古墳の保存上影響のある樹木の伐採や剪定についてです。こちらが整備前の東の宮古墳の写真です。古墳に樹木が多く生えており、鬱蒼としているような状況でございます。樹木が密集すると樹木の成長が悪くなりまして、台風などの際に寝返りを起こし古墳に悪影響を起こす可能性がありましたので、樹林環境の適正化を図るため樹木の伐採・剪定の方を行いました。伐採後の写真がこちらのスライドの写真になっております。そしてこちらが古墳の北側の樹木伐採前の写真ですが、こちらについても多く生えている木をこちらのスライドのように切って全体的にバランスを取るような形にさせていただきました。またですね、今回古墳の周りに遊歩道整備を行う関係で、その周りについても樹木の伐採剪定を行いまして、これが整備前ですが、このように非常に見通しが良くなりました。こちらが別のアングルの整備前の写真でございます。これ古墳の前を撮った写真ですが、こちらがこのような形に、はい、なりましたと。続きまして、東の宮古墳の解説版の整備の説明の方を入らせていただきます。今回の整備では、新たに4つの解説版を設置し、1つの解説版の修繕を行いました。こちらに今、載っているのが、成田山の入り口に設置をしている総合案内版の解説版です。見ていただきますと、東の宮古墳のテーマカラーであるえんじ色の、これはチャートの色と同じ色を使っておりますが、こちらの色、そして鏡の模様や縦穴式切割のデザインを全体に施しております。こちらの総合案内版では、古墳の基本的な情報と注意事項、そしてマップを、記させていただいております。続いて今見ていただいています、看板が古墳の前に設置している解説版です。こちらの解説版では東の宮古墳の説明を文章で行っておりまして、これに合わせまして東の宮古墳周辺の位置関係を示すような図面、そして現在地がわかるような、記載の方をさせていただいております。続きまして、こちらの解説版ですが、これは古墳の南側に広場に設置をしている解説版です。ここでは東の宮古墳の基本的な情報として図面を、記させていただきました。また、古墳の大きさや作り、主体部の構成や副造品などの情報を記載しております。また、合わせて発掘調査の時の写真もこちらに記させていただいております。続きまして、こちらが古墳の北側の広場に設置した解説版です。縦穴式切割の中に収められていた副葬品を写真で紹介をしているようなものになっております。こちらに東の宮古墳から出た銅鏡11面の写真が見られると思うんですが、この銅鏡は原寸大で表示をしている点が、今回の解説版ではこだわったポイントです。皆さん、現地に行った際には、ぜひこの見ていただきまして、銅鏡ってこんなに大きかったんだ。あ、この鏡はこの手のひらサイズなんだっていうようなことを体感いただければと思っております。最後に東の宮古墳へ登っていく途中に設置したチャートの地層を説明する解説版について説明をさせていただきます。こちらは後ほどですね、進入路の整備を説明させていただくところでもお話をしたいと思いますが、こちらの道を作る際にですね、白山ビラのチャートの岩山を削って整備をしたことで、チャートの路盤が全体が観察できるようになったということから、解説板を設置をさせていただきました。
では続きまして、東の宮古墳、来訪者のアクセス向上のために実施した遊歩道整備について説明をさせていただきます。この整備では、入り口から東の宮古墳までの進入路や周辺の遊歩道整備の方を行っております。こちらの今見ていただいています写真がですね、整備前の入り口の写真です。実際にこの上り口の写真を順番に出させてもらいます。これ入り口で、このような木の階段を登っていくような道が続きまして、最後このような山道を登って、以前は東の宮古墳に登っていただいておりました。で、今回の整備では人が登りやすくするために、まあ、スロープ整備の方を行っておりまして、まあ、このような形で坂を登っていきます。で、そうすると途中でチャートが見えてますが、こちらが工事の時に出てきたチャートの岩盤で、これが整備後がこのような形になっていて、進入路の整備がされております。で、順番に登っていきますと、ずっと左手側にチャートの岩盤が見えまして、非常に綺麗に、チャートが見られます。これが上から見たような写真でございます。で、このチャートに注目していきますと、地学の授業で学習した断層や、周極などが見られるというところで、その次の専門に、好評だと言いますと、いよいよ古墳周辺に入っていきます。古墳周辺はこのように遊歩道を整備しておりまして、パッと見ると単なるアスファルト舗装に見えますが、こちらは東の宮古墳で伐採した樹木をチップにしまして、こちらを使って舗装をさせていただきました。ですので、目に見えませんが、路面が非常に柔らかく歩きやすいものになっております。この他にも休憩施設として東屋やベンチの方を設置させていただきました。まあ、こだわりとしてはこちらの前方古墳型の、掘り込みですね。最後に東の宮古墳の新たな取り組みということで活用についての説明をさせていただきます。まず一つ目としては整備に合わせましてパンフレットの方を、作らせていただきました。このパンフレットでは写真、ビジュアルをすごく重視して作成をさせた見やすいパンフレットになっております。またこれ以外にですね、東の宮古墳のアプリを作成させていただきました。このアプリでは古墳周辺の散策コースがあったり、古墳の学習をすることができるというようなものになっております。現地でアプリを使ってこのような QR コードを読み込むと、現地でしか見られないような特別な情報もございます。なお、アプリを制作する中で映像とかも作っておりますので、また見ていただければと思います。はい。次に、三つ目の取り組みとして、土上げ祭りについて説明をさせていただきます。先ほど東の宮古墳の前方部の一部を残して修復をしたと説明をさせていただきました。実はこの部分を人の手で古代人の気持ちになって修復するイベントを今企画をしております。これを土上げ祭りと呼びまして、年に2回、秋分と春分の日に実施をし、土をふもとからこのように運び上げていきまして、現地で突き固めて修復をするというイベントを計画しております。この他にも散策のイベント、そして冬至の日の出を見学するイベントなども行っております。いろいろなイベントを企画しておりますので、皆さんまたご参加いただければと思います。最後に、お知らせでございます。この土上げ祭りの第1回目を3月21日の土曜日に開催を予定しております。3月1日号の広報犬山、そして市のホームページにご注目いただければと思います。当日は東の宮古墳で何かが起こると思っておりますので、気になる方はぜひともご参加いただきますようお願いいたします。これで私からの報告を終わらせていただきます。ご清聴いただきましてありがとうございました。続きまして、演題の二つ目、基調講演、古墳と太陽と月です。東海大学文学部教授、
北条義高様よりご講演いただきます。北条先生は1960年長野県生まれ、1992年から2002年まで徳島大学埋蔵文化財調査室に、2002年から現在の東海大学文学部に勤務されています。専門は古墳時代の考古学で、考古天文学を開拓中です。それでは北条先生、よろしくお願いいたします。はい、北条です。東海大学から参加させていただいております。よろしくお願いいたします。今日は会場で皆さんとお会いできないところ残念ですけれども、まあ、ズームを通してですね、話をお聞きください。画面今見えてますでしょうか。大丈夫ですかね。あ、よろしいでしょうか。はい。では、始めさせていただきます。私からのですね、報告は、古墳と太陽と月というテーマになります。ですね。で、お手元の資料のところでは、まあ、10ページにわたって、詳細にですね、状況を書かせていただきましたので、まあ、それは後でご覧いただくということで、今回はですね、この画像を中心にですね、話をお聞きいただければというふうに思います。で、この写真ですけどね、まあ、後でまた出てまいりますけれども、先ほど中村さんの方から紹介いただきました東の宮古墳のですね、全く同じ現象が長野県の松本市にある弘法山古墳からもですね、認められるというところでですね、持ってまいりました。で、今日の私の報告ですね、まあ、60分という短い時間ですけれども、大体まあ、この今ご覧いただいてます4項目をお話ししたいなというふうに思ってます。ではまあ、それでは早速ですけれどもですね、まあ今日のですね、私のお話の中で登場してくる遺跡ですね、これをまあ、北から三内丸山遺跡だったりとか、弘法山古墳、東の宮古墳ですね、あるいは伊勢神宮でのお祭り、祭礼の記述とも関連するものですから、まあ伊勢神宮、そして奈良盆地の唐子鍵遺跡ですね。で、九州に行きましたらば、福岡県の須崎古墳や平原一号墓、そして佐賀県の吉野ヶ里遺跡が登場してまいります。ご承知を聞いただければというふうに思います。では早速ですけれども、長野県の弘法山古墳からの冬至の日の出をご覧いただきますですね。で、こちらは2021年の12月25日ですね、松本市の教育委員会の関澤聡さんが撮影してくださいました。で、関澤さんの許可を得ましてですね、まあ、今回初お披露目ということになります。手前が前方部、奥が後方部ですね、になりまして、前方部の中心からですね、後方部越しに、昇る冬至の太陽を撮影してくださってます。お気づきかもしれませんけれども、後方部側ですね、太陽が若干ですね、左側にずれているという状況をですね、で、これはじゃあなんでこんな現象が生じるのかと言いますと、まあ、行動傾斜角と申しましてですね、まあ、上にちょっと概要を紹介してます。冬至の日の出も夏至の日の出も、古墳時代から現在、若干変化してるんですね。で、古墳時代の場合ですね、右側の画像をご覧いただければと思いますけれども、現在の冬至の日の出よりも、太陽約半個分ほどをですね、南に偏っていたということなんですね。で、東の宮古墳の場合もですね、詳細に観察をいただければ、若干ですね、太陽半個分ほどをですね、左側に偏っていると、作られた当初の情景から見ると、こういう差になるということですけれどもですね。で、まあ、ちなみに、こちら、私自身は、東の宮古墳の築造年代については、4世紀の半ばぐらいかなというふうに、まあ、考えておりますので、まあ、先ほどの中村さんのご報告のですね、年代間と100年ほどちょっとずれちゃってるんですけれども、まあ、そちらはですね、石製品のですね、形式、あるいは年代間
についての、まあ、赤塚さんと私とのちょっと認識の差があるというところで、ですね、ご承知を聞いただければと思います。この問題は、今回はちょっと掘り下げません。まあ、大体、この冬至のですね、太陽の観察を古墳を対象にして行うという場合には、約半個分ですね、夏至も冬至もずれると。まあ、春分、秋分はずれませんけれども、この辺をご承知を聞いただければというふうに思うところですね。まあ、これは行動傾斜角の変動、あるいは現象というふうに申します。では、冬至のですね、朝の太陽を古墳の祭りに取り込んだ一番の典型例を紹介したいと思います。画面ご覧いただいてますのは、福岡県の福岡市にある須崎古墳ですね。だいたい4世紀の末から5世紀の初頭に築かれた前方後円墳で、全長は60メーターぐらいです。で、後円部の頂上に半地下式の横穴式石室がありまして、で、その石室の入り口はですね、ちょうど前方部側にぴったり向かっていると。で、じゃあその前方部側はどこを向くかというと、この時代の冬至のですね、朝の日の出の向きを向いているということが確かめられております。じゃあ、そのですね、1700年ほど前の冬至の朝にどのような現象が起こるかというところを、後円部の横穴式石室に焦点を絞って見てみたいと思うんですけれども、こちらですね、上が平面図、で、下が側面図になりまして、若干計算式をいろいろ入れておりますけれども、冬至のですね、朝の最初の太陽の陽光が、こんな形で、石室の入り口からですね、石室の奥壁を照らすという現象が実は認められるんですね。まあ、当然条件としては、横穴式石室の入り口の部分が閉じられていなくて開いていたらという条件付きですけれども、こちらは偶然の一致とは考えられないでしょうし、じゃあこの後どうなるかというと、太陽がどんどん昇っていく。それにつれてですね、一旦は、この今ご覧いただいてます光が、奥のところにある石棺のところを照らして、石棺の内部を照らします。で、その後ですね、太陽が昇りにつれて石室内が暗転すると、真っ暗になっていくという状況なのですから、こちらは冬至の朝の陽光を石室の奥壁まで届かせる演出だというふうに考えることができるわけですね。非常によく似た現象というのはですね、アイルランドのニューグレンジ墳丘墓で指摘されていて、こちら有名なんですけれども、日本の前方後円墳でも同じようなことがですね、実際に行われたというふうに考えられるという事例です。また横穴式石室でですね、今度冬至のですね、夕暮れ時の太陽をですね、石室の中に取り込むという工夫が施された横穴式石室の事例を紹介いたします。岡山県のですね、総社市にあります緑山6号墳なんですけれども、中央の平面図のところに、まあ、年間の太陽の入りですね、の範囲を黄色で反転しますと、ちょうど冬至のですね、太陽の入りの時に石室の奥壁までですね、玄門のところの入り口が閉ざされていなければ太陽の光が差し込むと、こういう現象が認められます。で、これまたシミュレーションしてみますですね。そうするとですね、冬至の夕暮れ時にですね、このような現象ですね、石室の奥壁まで太陽の光が届くと。で、じゃあ日没直前どうなるかというとですね、ちょっと図面が90度傾いてますのでご覧いただきにくいですけれども、こんなような状況をですね、右上の図でご確認いただければというふうに思います。まあ、要は沈む冬の太陽の光を石室内に取り込む演出だというふうに考えられるというわけでございます。では今ご覧いただきましたような古墳で認められる冬至へのですね、注目というものの、じゃあ起源はどこにあるんだろうかというところをですね、近畿地方を事例にして、考えてみたいというふうに思うんですけれども、引き合いに出すのは奈良県の唐子鍵遺跡。で、そこで行われた可能性の高い冬至の祭りを紹介させていただきたいというふうに思います。こちらですね。唐子鍵遺跡には非常に大きな建物がございまして、で、そこに、まあ、照準を合わせて、
2200年前の年間の太陽の出の範囲をですね、プロットしてみたものがこの図ということになります。で、この科学鍵遺跡がですね、終わって、で、その後に前方後円墳の時代が到来するわけですけれども、その時にはですね、今画面でご覧いただいてます右側のところが竜王山の山体一体なんですが、その西側の山裾に大前方後円墳群がですね、築かれまして、有名なところで行きましたら画面の下に箸墓古墳があり、で画面の上のところには西山古墳がありますけれども、これはそれぞれですね、それよりも前に営まれた唐古鍵遺跡のですね、から観察された年間の日の出のですね、まあ、主要な峰々のところをですね、に照準を合わせて軸線を合わせ、設けて、そして築造されているんだということも確認できます。で、ここで、注目いただきたいところが、三輪山と当時の日の出の方位の関係ですね。それから、夏至の日の出とですね、高橋山604メーターピークということですけれども、ですね。で、それがそれぞれ、箸墓古墳や西山古墳、あるいは、と、ちょっと関係してくるということですね。それも簡単にお話しします。で、箸墓古墳の場合には、当時の日の出ではなくて、立春や立冬立春の日の出の方位とどうも関係してきそうだということですね。で、有名なですね、巻向遺跡の大型建物もですね、唐古鍵遺跡から見た立冬立春の日の出の方位。で、そのですね、前面にある湯月岳409メーターピークを向いているという関係でございます。で、これを唐古鍵遺跡から見ましたですね、当時の日の出の情景をご覧いただいているというわけですけれども、こちらですね、三輪山からしっかりですね、太陽が昇ってまいります。当時の日の出の山ですね。なので、三輪山がですね、後に聖山として崇められることのですね、震源、源泉はこの情景にあったんだろうと。まあ、つまり、弥生時代のですね、日の出暦のうちの当時のを迎える山というところが源泉であった可能性が高いということですね。でまあ、ちなみに計算しますとこうなります。2000年前の太陽の位置というのは、現在よりもさらにですね、三輪山のですね、頂上に近いところから登っていたはずだということになりますね。で、唐古鍵遺跡の場合には、弥生時代の中期、まあ、要するに紀元前後を挟む頃にですね、当時を特に重視するという傾向が認められます。今ご覧いただきますですね、図面のところの溝なんですけれども、溝の中に勾玉が2つ埋納されておりまして、で、これがですね、この向き、直行するラインに三輪山が当然あるわけですから、こちらは当時に合わせたですね、玉のお埋納であり、で、それは民族学で折口忍さんが強調されました玉振りの儀礼ですね、に関わるんじゃないかなというところでございます。で、この唐古鍵遺跡は、先ほど紹介しました折口忍さんが指摘した当時の祭りと深く関わる遺物が3点セット出てきておりますので、この奈良盆地の中央にある唐古鍵遺跡というのは、当時の祭りの時に、その会場となって最もですね、盛大にお祭りされた、そういう遺跡ではなかったかなということも推測されるというわけですね。で、こちら、巻向山との関係も見ますが、こちらの前面に、先ほど申しました、湯月岳409メーターピークというのがございまして、最古最大の前方後円墳である箸墓古墳は、この巻向山の前景にある湯月岳409メーターピークを向いているという、その理由は、伝統的にですね、唐古鍵遺跡からずっと観察された立春と立冬の日の出の指標である峰、それに由来するんだろうなというふうに考えているところです。まあ、今ご覧いただきましたようなところで、当時の太陽にですね、照準を合わせた古墳というものをですね、どんなところがあるかというところで、ざざっとこう抜粋してみたものが、今ご覧いただいてますような画面になります。まあ、北部九州にはですね、かなり安定的に自定が認められますのと、今回黄色で示しましたのは、赤塚二郎さんが解明されている状況ですね。で、白がまあ私のところです。で、まあ、こういった問題なんですけれども、
これは赤塚さんが一番、日本の考古学の中では先端を切ってらっしゃって、でも私が2番目で、最近はですね、幸いなことに大分県の宇佐市の教育委員会の廣中正義さんですとか、福岡市 の、 あの埋蔵文化財センターの奥住武雄さんなどがですね、関心を示してくださってますので、事例が今だいぶ増えつつあるということですね。でまた若い世代でいきましたら、私の大学院生の白川美冬さんも前方後方墳を対象にして、今ご覧いただいてますような状況をですね、それを検討してくださってます。なので今後ですね、注目されるべき要素ではないかなというふうに思うところです。こんなところでですね、太陽の運行の中で特に冬至に照準を合わせた古墳ですね、でこれは古墳でのお祭りと無関係であるわけがないので、古墳の祭祀が冬至に行われた可能性が非常に高い、そういう事例だというふうに考えられるわけですね。で、じゃあその冬至の太陽に照準を合わせた古墳の祭りが意味するものって何なんだろうかということですけれども、これは仙台市長の礼儀を次世代の市長候補者が継承し、新たな礼儀を身にまとう市長権継承の儀礼の場ではないかと、これは私の恩師である近藤義郎先生がおっしゃられたことですけれどもですね、それを祭礼の記述とですね、合わせて考えてみるとどうなるかというところで、冬至の意味を考えてみましたらば、例えば冬至というのは天の岩屋と伝承とも絡むと指摘されてきたところでございますし、また冬至は世代の更新儀礼に最もふさわしい期日だというふうにも言えると思うんですね。で、何よりも冬至というのは暦の起点ともなったという点でですね、年間の非常に節目なんですね。なのでそこに世代交代を象徴するようなお祭りを投げかけてくるということは自然な営みだと考えることもできます。で、要はですね、大嘗祭の起源、これに前方後方墳あるいは前方後円墳の祭りですね、筆頭候補として挙げられるというふうに考えているところです。さて、ここまで太陽の運行で把握される冬至の祭りだったんですけれども、実はですね、日本の神話を考える上で太陽よりも月の方が大事だよという指摘がですね、今ご覧いただいてますような著作の中では行われてきてます。で、月の信仰の方がですね、太陽の信仰よりも古くで、かつ本意ではないかというようなこともあり、で最近ちょっとですね、私と共同研究を進めております穂立道久先生からはですね、月と遺跡の関係こそが大事だというふうな課題を与えられました。で、この点についてですね、ちょっと世界の考古天文学にちょっと目を転じてみると、実は月のですね、祭りというのが非常に注目されているというところを一例紹介いたします。古代メソポタミアのウルにありますジグラットですね、月の女神を祀った神殿というものですけども、この正面にある階段の軸線、その意味を追求するという研究がございまして、で、それがですね、こういう状況です。Google Earthで展開してますと平面図はこうなります。で、正面の中央階段に今点線を当てているわけですけれども、ここにですね、紀元前2000年の時期の年間のですね、日の出ですね、夏至の日の出と冬至の日の出までの間をプロットしたものがこの黄色のラインなんですけれども、中央の階段はそこから北にずれるということがお分かりいただけると思います。で、そこにですね、月のですね、18.6 年周期で訪れる高い月ですね、それを極大期というふうに言いますけれども、その時の月の出の北限界を青で示しています。南限界も示していますが、特にこの北限界を見ていただきますとですね、太陽の運行からは外れるけれども、高い月の運行の中に入ってくると。で、この入ってくるということの意味は、その間にですね、満月が何回かこの軸線上から中央階段の中、ちょうど中央から昇るという現象だというふうに考えられるので、実際の満月の出に合わせた軸線決定であったと考えられるということなんですね。
で、今回ちょっと時間の関係もありますので、高い月と低い月のがどういう現象なのかというところは、お手元の資料ですね。で、あとご確認いただければというふうに思います。で、まあ、そんなこともありまして、これからの課題ということになりますと、日本の古代遺跡の中で、この月の出の限界とですね、関係する遺跡はないだろうかということを探るということになるわけですね。まあ、ただですね、この問題やっていく間に、実はその太陽と月が実は絡んでくるという可能性が指摘されるということになりましたもんですから、その事例を紹介させていただくことになります。一旦だから、太陽にもう一度引き戻すということになります。で、こちらで、ですね、2番目の話題ということですけれども、平原農事歴の問題と。で、ここが太陽と月が関係するよということなんですけれども、平原1号房ですね、福岡県のですね、糸島にあるものですけれども、こちらをですね、に一旦ちょっと話題をですね、転換させていただいて、もう一度月に戻ってまいります。で、この平原1号房なんですけれども、弥生時代の終末期の非常にまあ重要な遺跡なんですね。で、在野の考古学者原田大六によって1965年に発掘調査が行われました。まあ、ただですね、不幸なことに原田さんは、の説というのは、当時の学会から完全に無視されてます。で、特にですね、アマテラスと太陽の関係を論じたというところがですね、あって、非常に重要な発見がですね、なかなか注目されなかったという不幸な事例でもあるわけですけれども、何が重要な発見なのかと申しますと、10月20日の朝の陽光と後の神嘗祭との関係を原田大六さんはここの遺跡からですね、導いたということなんですね。で、右側に示しました画面ですね、峠の部分から太陽が出てるという状況を示してますが、これが 10月20日であり、で、その10月20日というのは、後の伊勢神宮で取り行われる神嘗祭の日取りそのものではないかということなんですね。なので、伊勢神宮のお祭り、主要な祭りは、弥生時代の終末期の北部九州に遡るとこういう可能性を指摘したということなんですね。で、こちら、もう一度ですね、再点検してみる必要があるというふうに考えました。で、その理由の一端は、1998年の再発掘調査によってですね、墳丘の東側から大柱の跡が確認されたことなんですね。で、それが日向峠にその埋葬の主軸を向けるというですね、事実関係が再確認されたという点です。まあ、要は、原田さんは日の出とですね、埋葬施設ですね、の関係だけだったんですけども、途中に大柱が介在するよということが分かったということなんですね。で、そうなりましたらばですね、もう一度その東大柱の意味を考えてみる必要があるということで、改めて私自身も再計算をしてみました。結果、まあこんなような格好になってくるということなんですけれども、この柱の機能って何かっていうと、それは影を直線的に伸ばすことだろうと。ということになりますと、日向峠から出てくる朝の最初の陽光が柱に当たり、その柱から直線的に伸ばす影の方位に注目するということといたしました。で、その結果、じゃあどうなるかということなんですけれどもですね、やってみますと、よいしょ。こんな格好、東の大柱から2月の21日と10月22日、の朝の最初のですね、影が母校の中心に伸びるという格好になります。で、この原田さんの場合には、太陽の全体がですね、日向峠から顔を出した瞬間をですね、捉えてますけれども、影を問題にするわけですから、朝の最初の陽光がですね、日向峠から顔を出した瞬間のところで計算をするとですね、この両日がですね、注目されてくるということになるわけです。で、それは朝の情景だけではなくて、夕暮れ時にもですね、この三の鳥居という、まあ、観測点だったんだろうなというふうに考えられるところにも柱がありまして、で、さらに西側にも大柱にというのがありますから、このような情景でですね、影と影を結ぶというような格好でですね、日取りが計算された可能性が高い
ういうことですね。まあ、このような格好で、こう関連する日取りがですね、夕暮れ時には同じような形で把握できるというわけです。まあ、要は東の大柱から伸びる影の方位と三王鳥居に伸べる影ですね。で、朝夕の組み合わせで、暦が測られた可能性が高いんじゃないかなということが分かってきたわけなんですけれども、ですね。で、この重要なところです。原田さんはですね、10月の神嘗祭に注目しましたけれども、年間に2回ですね、同じところから日がの昇るですね、夏至と冬至を除いた段階ではですね、その現象に注目しますと、実は年越いの祭りと神嘗祭のセット関係にぴったりこう対応してくるというところなんですね。なので、やはり原田さんの発見というのは非常に重要な意味を持っていて、で、それは伊勢神宮の祭礼日とも絡むということが改めて確認されたわけです。で、この点ですね、魏志倭人伝との絡みが非常に重要にもなってまいりまして、で、これですね、魏志倭人伝の中では、ですね、例えば魏略によれば、和人は冬至や夏至、24節気など正確な暦を知らない。ただし、春の耕作と秋の収穫を測ることによって、年々の暦とするとあると。こういう記載があるんですね。で、問題なのは合戦を引いたところです。春の耕作と秋の収穫を測るって何か。それ相応の装置があったとしか考えようがない。だとすればですね、この平原1号墓の東の大柱と埋葬施設の間に伸びていく影を測るというふうに読み取れるんじゃないかなということですね。で、まあ、合わせてですね、魏志倭人伝には、魏からの使節は常に伊都国内にのみ滞在を許されたとありますから、で、このですね、魏志倭人伝の時期に、平原1号墓は実際にですね、もう築かれておりましたので、彼らですね、中国側の使節は平原1号墓や5号墓を訪れて、日の出農事歴の仕組みを観察した可能性があるということも言えるんだろうなということなんですね。で、ただですね、よいしょ。重要なところは、これ、月との関係なんですけれども、そこに行く前に、改めてちょっと確認をさせてください。2月21日と12月22日の両日を、ここでは、平原農事歴というふうに仮称することといたします。で、しかし私も迂闊だったという話にですね、進めてまいります。今ここで、2月21日と10月22日を日向峠に置き、で、冬至ですね。これ、飯場峠からの日の出になるわけ、ですけども、このですね、弥生終末期の頃ですから、冬至というと10月の22日が、まあ、標準になります。で、12月22日と、それから春分、秋分というふうなところを入れていきますと、実は、こういうことなんですね。この間隔です。冬至から2月21日までの間隔というのが、月のですね、満ち欠けの二巡目と誤差一夜しかない。から2月21日から3月21日ですね。この年代の春分ですけれども、これも29.5 プラスマイナス1夜。まあ、要は月の満ち欠けの一巡なんですね。から9月の24日から10月22日までも同じ。それから10月22日から12月22日までも同じということですね。まあ、要するに、日の出の農事歴ですね。平原農事歴というのは、冬至との間隔が2ヶ月、春分秋分との間隔が1ヶ月という非常に綺麗な太陽関係を示すという事実なんですね。まあこれにようやくまあ昨年気がついたというちょっと恥ずかしい状況ですけれども、要は太陽だけではなくてですね、月の出がしっかり観察されて、で、端的に言いましたら太陰暦が弥生時代の背後にですね、作動していた可能性が高いと、こういうことを改めて気づかされた次第です。で、まあ、それを踏まえてですけれども、舞台を佐賀県の吉野ヶ里遺跡に移しまして、北限の満月の話にですね、話題を進めていきたいというふうに思います。今ご覧いただいてますのはですね、弥生の終末期、まさにその卑弥呼が生きた時代に造営された北内閣ですね、そのお写真を示しております。で、これと月の祭りの関係をですね、考えてみようということになります。
で、左側のですね、イラストは、まあ、有名なイラストになるわけですけれども、こちらですね、北墳丘号のから、北内閣のですね、中心的な大型建物を向くと、その延長線上には雲仙普賢岳がですね、重なるんだよ、ということですね、が指摘されておりましたし、さらに、北内閣そのものの軸線っていうのは、夏至の日の出、あるいは、冬至の日の入りに向いているというふうにも言われました。で、私も、かつては、まあ、そうだろうというふうなことで考えていたんですけれども、実態はですね、私の事実誤認でした。改めてですね、北内閣の軸線を再点検してみますと、これは真東からですね、31.2 度ですね、北に触れるというところで赤い線を示しております。で、こちらですけれどもですね、年間の太陽の運行の範囲を今ちょっとピンク色で示しましたら、その軸線は北側にずれますよね。で、その一方をですね、高い月ですね、これは月の出の範囲の中に入ってくるということなんです。これは先ほどですね、ご覧いただきましたウルのジグラットの中央階段と全く同じ現象が吉野ヶ里遺跡の北内閣でも認められるということなんですね。で、単にこれは軸線だけの意味ではなくて、ここには7棟ぐらいの建物がございます。で、物見櫓もございますので、その物見櫓の軸線だったりとかですね、中央の大型建物の軸線と年間の日の出日の入り、あるいは高い月、低い月の出入りをですね、もう一度点検してみるということをいたしました。で、こちらですね、3世紀前半代の24世紀等の日の出、日の入りの方位と建物の軸線の関係をですね、点検した図面になります。ちょっと見にくいんですけれども、丸印とか黒印をつけているところがですね、一致する建物、方位が誤差1度未満で軸線と、それから日の出、日の入りの方位が一致するという事例なんですけれども、ここですね、SB1105 というですね、物見櫓。これ非常に重要かなというふうに思いますけれども、日の入りに関しては、先ほど申しました、2月21日と10月22日ですね、平原農事歴とぴったし合います。で、日の出に関しては、国雨と諸暑とぴったり対応するということですね。で、お隣ですけれども、こちら SB1126 も、啓蟄や甘露、あるいは生命と白露というような形で対応してくるということなんですね。で、こちら SB1314 に関していくと、召喚と大雪、そして、日の出に関しては夏至と対応してくるということです。で、大型建物に関しては、日の入り側なんですけども、国雨や諸暑と対応してくるということですね。まあ、なので、SB1105 に関していくと、平原農事歴がここでも確認できるということなんですけれども、日の出ではなくてですね、なぜか日の入りになってくると。一体何なんだろうなと。で、さらに、日の出暦に重視しますと、3頭しか対応してこない、ということが不思議ですよね。で、改めて、じゃあ今度は満月を考えてみようということなんですけれども、その場合ですね、この北内閣の軸線から満月が昇り、で、かつですね、平原農事歴のどちらかですね、2月の21日か10月の22日、のどちらかも満月になるという日をですね、いろいろ計算しまして、絞り込んでみましたところ、234年から235年のですね、間の13回の満月が、一つの候補として絞り込まれてきましたもんですから、なので、234年から235年までのですね、満月の出と建物との対応、それからその日のですね、日の入りの対応関係を見てみたというものがこの図になります。一致してくるところに丸印を示しています。まず、12月の23日ですね、これ234年の、冬至の翌晩になりますけれども、SB2070 がぴったしですね、誤差1度未満で、ですね、軸線が揃うと。いうことですね。1月22日ですね。で、これは夏至の日の出とも対応するんだけれども、満月との対応もありまして、それが1月の22日ということになります。
そしてこれ注目されるのはここなんです。SB1105 ですね。先ほどもう日の入り暦で平原の字暦と対応するというふうに言いましたけれども、満月の出でいきましたらば、やはり2月の21日ですね、平原の字暦に対応するわけですね。ってことになると、じゃあ2月21日って何かってなるとですね、この SB1105 に観測点を置いて、そこに人がいましたらば、その当日の夕暮れ時に太陽が沈んだ、その40分後にですね、全くその建物の反対側から満月が昇るという非常にこう興味深い、そういう現象がこの建物に立っている限りは認められるということを意味します。で、こちらですね、SB1126 なんですけれどもですね、3月22日のですね、これ春分の翌晩の満月がぴったし合ってくるということですね。で、大型建物に関していくと、9月の14日ですね。これは、この時代に、そういう考え方があったかどうかというと、ちょっと否定的ですけれども、後の中秋です。中秋の名月にちょうど該当してくると。こんな情景ですね。で、最後ですけれども、237年っていうのが、月の運行の一番の極大期になりまして、で、その極大期のですね、満月というのは、ここですね、SB2082。ですね、237年12月の19日の満月の出とぴったし一致するというような形で、まあ、今ご覧いただきました通り、吉野ヶ里遺跡の北内郭のですね、特に中央の建物から東側に傾く、寄っている建物に関していくと、ことごとくですね、満月の出と一致する方位に向けて建てられていると。こういう現象が認められまして、で、これはやはり偶然の一致とは言えないだろうなというふうに考えるところです。で、じゃあなぜその234年から235年で月の運行の極大期は237年なんですけども、なんでその2年前が選ばれたんだろうかというところを少しシミュレーションしてみたいと思うんですけれども、こちらでは夏至の日の出方位ですね、これ3世紀の状況を再現してますけれども、夏至の日の出方位を超えてですね、月が出てくるっていうのがですね、ちょうど233年の12月7日なんですね、前年なんですね。で、そこからは、冬至付近の満月というのは必ずですね、夏至の日の出の方位よりも北から昇るということをですね、当時の人々もしっかり知っていたはずなんですね。なので、233年12月7日をもって、で、これから高い月のモードだよと。こういうことをですね、人々は熟知したわけなので、その翌年に備えたということではないかなということですね。そうするとですね、234年の12月23日の満月の出というのはこうなりまして、そして235年12月12日の満月というのが北内郭の中心熟線にぴったし合ってくると、こういう現象が認められるということになるというふうに考えます。で、なお、今のシミュレーションでいきましたらば、お聞きいただいているとですね、この北内閣が建てられた、あるいはそれぞれの建物の熟成が決まった年代が、ぴったしですね、235年とか234年というふうな形で復元できるということになるかもしれないなというふうにお考えの方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、実はそう単純ではなくてですね、左側に示しましたように、候補はですね、これだけございます。なので、北内閣の築造推定年代とは必ずしも直結しないと。まあ、ただですね、今日お話ししました234年から235年は最有力候補の一つかなということですね。ただもう一つの候補は216年のですね、から217年までのところであると。だからまあ、この2案ぐらいになるかなということです。で、まあ、今回の作業ではですね、左の候補ですね、特に4候補からですけれども、235年とその前年を選択したということで、ご了解いただければというふうに思います。で、なお、この画像の右側のところで、作誕冬至って書いてますよね。で、これ何かっていうと、冬至とですね、新月が一致するというタイミングなんですけれども、こういう作誕冬至が後にはですね、重視されてくるわけですけれども、卑弥呼の時代にはまだですね、そうではなくて、むしろこの高い月、
夏至の日の出、方位よりも北から昇る満月が重視されて、で、これはウルのジグラッドと同じように月の女神への信仰だというふうに捉えることができるんじゃないかなということをですね、今考えている次第でございます。ということで、少し、急ぎましたら、時間の余裕ができちゃいましたもんですからですね、少し、ゆっくり行こうかなというふうに思いますけれども、今ご紹介しました吉野ヶ里遺跡の様相をですね、こちらは、昨年の4月に、ようやく捉えられまして、で、早速ですけれども、佐賀県の教育委員会の方に連絡をし、で、協力依頼をいたしました。で、その結果ですけれども、ですね、昨年の12月の19日と20日の2日間にわたって、第4回の考古天文学会議というものをですね、開催することができました。で、合わせて、12月20日は、これ16夜の月の出の観察会をですね、開催いたしました。で、このシミュレーション通り、月は北内閣の熟線上から登ったんですけれども、ですね、この右側の画像ですね、登りつつある月なんですが、山際からの月の出はですね、雲に隠れて、残念ながら見えませんでした。で、その山際を越えたところで、ですね、ブラッドムーンと言いますけれども、赤い月を堪能できたという次第です。ですね。で、画面、右下のところではですね、この北内閣の大型建物のですね、2階に登りまして、で、そこからですね、月の出を観察するというようなことで、佐賀県のと、それから吉野ヶ里歴史公園の配慮いただきまして、で、この会議への参加者が今、月の出の状況を確認しているというところなんですけれども、一番奥のマスク姿が赤塚二郎さんです。赤塚さんにもお越しいただきましてですね。で、このブラッドムーンを堪能いただけたということです。じゃあ私はどうしたかっていうと、ちょっと別の地点で、三脚を構えてですね、この月の出の状況を撮影しようとしていたんですけれども、ちょっとあまりにもですね、興奮しすぎて、望遠レンズをつけていたのにですね、レリーズやタイマー機能を使わずに手で押しまくっていたら、完全にブレブレの写真しか撮れなかったというところですね。それで、もう一度、今年、また、再来しないといけないなというところです。で、この月の問題ですね、おそらく東宮古墳とも関係してくる可能性はあるかなというふうには思ったりもするんですけれども、今、お聞きの皆さんにお伝えしたいことなんですけれども、今現在ですね、2022年、高い月のモードに入っています。で、月の極大期っていうのは2024年から2025年までなんですね。で、そのですね、冬至付近の満月をご覧いただきましたらば、もうですね、夏至の太陽よりもさらに北から昇るもんですから、非常に高い月になるんですね。で、それをご確認いただけるというふうに思います。そんなところですね。で、このですね、考古天文学ですね。天文考古学でもいいんですけれども、私どもは今、考古天文学というふうに称しておりますけれども、このですね、分野も本格指導をですね、すべき時に来てるんではないかなというふうに考えまして、で、佐賀県の教育委員会と、それから佐賀県のですね、吉野ヶ里歴史公園のご協力のもとですね、夏に現地の観測を行いました。で、ドローンを飛ばしながらですね、それぞれの建物に関してはライダーで計測をし、そして、国立天文台のですね、共同研究者に、三石台の太陽と月の運行というのは完全にシミュレーションしていただき、で、画像として起こすという格好でですね、映像を作りました。なので、今からその映像をご覧いただきながらですね、日本における考古天文学が本格始動をするということのですね、ちょっと宣言の意味でですね、ご覧いただければというふうに思います。
これから吉野ヶ里遺跡を営んだ人々が見た広大な星空をご覧いただきます。過去の天体運行を再現しながら、この時代の月夜や星空が与えた影響を考えてみましょう。卑弥呼が生きた時代と現代とでは、星空の見え方に大きな違いがあります。例えば、卑弥呼の時代に南の空に輝いていた南十字星。しかし、現代では、この南十字星を見ることはできません。また、日の出、日の入りや、月の出、月の入りにも、軌道の変化に注意が必要です。太陽の軌道を見てみると、出入りの位置は、一年の周期で変化しています。最も北寄りから出る日を、夏至。最も南寄りから出る日を冬至と呼びます。この赤い線は、それぞれの時期に太陽が昇る道を示しています。緑の線は月の出の道です。月も同様に 29.5 日の周期で出入りの場所を変化させます。ところが、月の出入りの振り幅は一定ではなく、18.6 年の周期で徐々に変化します。太陽の振り幅よりも月の振り幅が大きくなるときを高い月、小さいときを低い月と呼びます。こうした現象を踏まえながら、吉野ヶ里遺跡の周辺景観を考えてみましょう。弥生時代中期前半に作られた大型の墳丘墓。この北墳丘墓には、吉野ヶ里遺跡を治めた男性が数世代にわたって埋葬されました。北墳丘墓は有明海の向こう側にそびえ立つ雲仙普賢岳に向けられています。南側に作られた大柱もこの方向を見ています。この配置から、吉野ヶ里遺跡を営んだ人々にとって、雲仙普賢岳が特別な場所であったと推測されます。偉大な祖先の霊が、雲仙から子孫を見守るという観念があったのではないでしょうか。紀元前の時代には、冬の時期に雲仙普賢岳の上をカノープスが通り、その後、南十字星が直立する形で見られたことがわかっています。特にカノープスは、古代中国で南極老人星と呼ばれ、後の福禄寿のモデルともなった星です。この星を見ることができれば、世の中が平和になると考えられていました。また、この星は、古事記や日本書紀に登場する、スクナビコナのモデルだったとも考えられています。こちらの北内閣は、ちょうど卑弥呼が生きた時代に作られました。アルファベットの A のような独特な堀に囲まれた施設です。入り口には外から中が見えない工夫が施され、特別な空間であったと考えられています。北墳丘墓、北内閣、雲仙は一直線に並んでいます。ただし、北内閣の向きは斜めに交差し、真北から東に傾いています。その意味については、夏至の日の出に沿わせたのだと指摘されてきました。しかし、正確に測ってみると、
夏至の太陽の出からは少し外れています。では、夏至の日の出方位と北内角の正面が微妙にずれているのはなぜなのでしょうか。月と北内角の関係を見てみると、北内角の正面から満月が出ることが分かりました。これは偶然の一致ではなく、冬至付近の高い月の満月を基準に作られたと考えられます。つまり、北内角で執り行われたお祭りは、月への信仰だと捉えることができます。また、234年12月から1年の間に満月が出る場所を見てみると、北内角にある大型建物を含む6棟の向きが満月の出と一致していました。やはり、こうした現象は偶然の一致とは考えにくいと思われます。特に、北東に建てられた物見櫓は、2月21日の満月と建物の向きが一致する点で注目されます。この2月21日は、伊勢神宮で開催される年越いの祭りが執り行われる日として有名です。1年間に12回ある満月の出に6棟の向きが沿うということは、月の移動で暦を測る場所であったことを意味しています。高い月の満月への信仰は、青森県にある縄文時代の遺跡、三内丸山遺跡でも確認されています。昔から月は生命力の源であり、満月は生命力が満たされた状態だと考えられてきました。そこから命を注いでもらおうとした人々が、月への祭りを行ったのでしょう。吉野ヶ里遺跡の北内角もまた、そうした月の祭りの舞台であったと考えられます。文字のない時代の遺跡を考えるには、それぞれの時代の太陽や月、星がどのような景色を見せていたのかを再現することがとても重要です。吉野ヶ里遺跡は周辺の環境と人々の関わりを考えることができる点でとても重要な遺跡なのです。皆さんも星を眺め、当時の天体に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは、もう私の報告の最後のスライドになりますけれども、今日の報告のまとめですね。この図は、まあ、中心に、観察点を置きまして、で、東西それぞれに、年間の太陽の出、それから低い月のモードの間の月の出の範囲、それから高いもう月のモードの間の月の出の限界範囲を示しまして、でそこにそれぞれ今日ですね、紹介しましたいくつかの遺跡あるいは古墳の軸線がどういう向きに揃うかということを、まあ、並べてみたものですね。で、この後赤塚さんからのご報告は東の宮古墳と東寺の王の話になりますけれども、この画面の右下のところですね、3つの遺跡ですね。で、工房山古墳と、それから、すきさき古墳について、私からは報告をさせていただきました。で、合わせてですね、今日はちょっと具体的なお話はしませんでしたけれども、三内丸山遺跡ですね、もですね、縄文時代の中期の末という時期のですね、高い月の満月に軸線を揃えた、6棟の建物になります。
それから吉野ヶ里遺跡の北内閣は今ですね、ご紹介させていただいた通りですね、夏至の日の出よりもちょっと北に入るというところがこれ味噌になりまして、でこういう状況が認められると、これは高い月の満月に照準を合わせたですね、祭礼、それを行ったですね、遺跡ではないかというふうにですね、指摘できるということです。で今は祭礼の建物だけをご紹介しましたけれども、最近になりまして前方初期の前方後円墳にもこのですね、高い月の大出の北限界を向く古墳が指摘されるようになりました。これは福岡県のですね、福岡市にあります中八幡古墳ですね。でこちらはですね、もう見事に高い月の大出の限界を示してまして、まあ、要は卑弥呼が生きた時代のですね、主要なその方位観念だったりとかっていうところは、今ご覧いただいてますような太陽の日の出日の入りですね、それから月の出月の入りの範囲に、それに照準を合わせるという側面が非常に強かったのではないかなということですね。で、東と言いましたらば、まさにその日向にあたりますし、西というと伊西というところになりますよね。で、この日向と伊西を中心に据えて、世界観といいますか、宇宙観を捉えたところを、これがですね、和人がですね、卑弥呼の時代までは非常に尊重した、そういうですね、方位観念であった可能性が高いということをですね、改めてですね、実感しているところです。で、その後ですね、前方後円墳が本格始動しますと、今度は北と南を尊重するという北進信仰ですね、こちらがですね、入り込んでまいりまして、で、今ご覧いただいてます、東西を軸線に据えるというところを尊重した動きにですね、上書きされるような形で南北が重視されてくると。だけれども、今日ご紹介しましたのは、それよりももっと前の日本列島に伝統的なですね、方位観念というものは、まさにこういう今色塗りを示したところになるんではないかなというふうに今考えている次第です。というところでですね、ちょっと2分ほど早く終わってしまいましたんですけれども、私からのですね、報告をとりあえずここで締めさせていただければというところでございます。よいしょ。はい、どうもご清聴ありがとうございました。北条先生、基調講演、太陽と、古墳と太陽と月、どうもありがとうございました。ありがとうございました。次の講演は14時20分からスタートをさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。